松本重春は日本のジャーナリスト、財団法人国際文化会館の設立に尽力して自ら理事長に就いたほか、1952年から16年間に渡りアメリカ学会の会長を務め、地域研究の振興に努めた。松本重春アメリカ研究の隊と高木や坂を生涯の死と仰ぎ、戦後は国際文化交流のプログラムと、 世界的な知識人たちを招待する民間の知的交流機関を運営。会館に一生を捧げた彼は自らを宿屋の親父と呼び趣味のパイプを加えた姿で世界中のブレインの信用を集めた。新日派とされた歴史家のアーノルド・ジェート・インビー、ロックフェラー財団のジョン・ロックフェラー3世は松本を無二の親友と呼び会館の運営に協力している。 文化交流と若者の道を開くため、フルブライト委員会やユネスコ国内委員会の委員、国立西洋美術館評議員にもなったが、吉田茂、鳩山一郎、池田隼人からの中米大使、中英大使、国連大使の公職は断っている。吉田茂に、白ラス二郎の大臣就任を諮問された際には、言葉の足りない奴だからと、 仲の良かった後輩の平等入りも止めさせたほどに誰に対しても遠慮はしなかった。坊ちゃん気質であった人間の人柄で惚れるために戦前はこの絵踏丸に協力している。この絵自身が心ならずも周囲の波に押し流される時でさえこの友情だけは動かなかった。上海の総領事に記者が質問をした際、君たちの仲間である松本君に聞きなさいと語ったとされるほどに、 中国の洋人、ジャーナリスト、学者との深い交流を持ち、このことが西安事件の独占スクープとして世界を激震させる要因となる。1930年の京都における第三回太平洋会議以来、ニトベイナゾウの訓導を受けていた。著書に上海時代ジャーナリストの回想、この絵時代がある。昭和史の意気承人ではあるが、歴史学者から、 日米海戦に関するこの絵の役割を救済することを通じて、事故の歴史的役割を正当化しようとするものという批判がある。父方の祖父、松本茂太郎を生涯を通じて敬愛した。母方の祖父は松方正義。おじの松方孝次郎は、幼少より茂春を可愛がり、茂春は孝次郎の娘の花子と結婚している。このため、 松方コレクションの三逸には心を痛めている。松本茂春父の松本光造は、松本茂太郎の養子。旧姓は、井上光造といい、明治の実業家、井上康次郎の弟で、アメリカ留学後、実施のなかった、茂太郎の後取りとなったが、九州電気機動専務、社長時代に、空手形乱発により巨額を不正に得ていたことが1930年に、 発覚した。母の講師は、明治の元君、松方正義の娘。妻の花子は、松方正義の三男、光次郎の娘であり、母方の祖父は、久喜高義。娘の三沢は、牧文彦の妻。息子のようは、日本道路公団、国際開発センターに、キングの後、国際文化会館専無理事松本重春松本重春以下。 は、親戚を示す。神戸中学時代の後輩に、吉川幸次郎、紺秀美、白須次郎。先輩に、加治隆一、長代義郎の白川派に系統。一高時代の同期に、牛場智彦、岡崎加平太、尾崎秀美。東京帝国大学法学部で先輩に、末広伊豆太郎門下の老山正道、阿賀妻久志木村亀治がおり、 日曜日には、内村鑑三の聖書講義の会に通っていた。同い年のおじ、松方三郎とは遊び仲間で、西園寺光一も、金ちゃん、しげちゃんと呼び合う中。外遊した際には、ニューヨークの日本大使館で、鶴見雄介と出会い、彼の縁で、歴史家のチャールズ・ビアードと対面、その人柄に衝撃を受けて、ジャーナリストを志す。イエール大学では、 浅川寛一の境外に接する。ジュネーブの ILO の国際会議で、前田多門、松岡小牧地を知る。旧知の秩父の宮が、牧有りつよリーダーとして、アルプス登山をする際には同行。古殿場時代には、宮月の士官だった、本間正春とテニスをしている。帰国後は内村を中心とした一校卒業生が、作る柏会グループの黒木光次、鶴見雄介。 高木朝香前田多門の4名が、貢献人となり、東大の高木講座で助手に、長谷川女世館を家事から紹介され、東大の新鋭である、老産と、国際政治経済研究所を創設。柏会メンバーで、二戸部門下の先輩でもある、岩永雄吉に誘われて、新聞連合社に入社し、古野伊之助の、信用第一の記者の心得を授かると、 上海市局長として単身赴任。連合と日本連邦通信社が合併して同盟通信社となった年に西安事件をスクープ。後藤龍之介と小介石の右腕、女神六の階段をセットして旧知の松井岩根率いる派遣軍の南京入場を止めようと奔走する。王朝明工作では諸説あるが王の立場を守ろうとしている。 その一方で日米の和平工作にも協力した。本業では、里見はじめを手伝い満州国通信社の設立に貢献した。後に、ロイターの社長となる中国支配人、クリストファー・チャンセラーとはライバルであり、友人でもあった。チャンセラーや、ジャーディン・マセソン紹介党首のジョン・ケズ・イクラの人脈により日本人が入れなかった、上海クラブに加入、クラブとして、 新米派の最長老の川山愛介を招待して川山に感謝されている。帰国後は上田関総らと共に同盟通信社の常務会を構成しているが後に語っているところでは上田は電通系だったため連合系で途中入社の松本は周りの目を気にしてあまり話ができなかったという。敗戦直後には親友だったこの絵踏の憲法調査活動を助けた。 その頃絵に永久戦犯容疑で出頭命令が出ると、やはりこの絵のことをよく知ると牛場と共に、その自殺を止めようとしたが力及ばなかった。同じ頃吉田茂が外務大臣に就任すると、幼な友達のシラスの依頼でアメリカのことはあまり知らない吉田の有力なブレーンとなり、その関係は吉田が総理を退任した後も、その裁判年まで続いた。また、 国際文化会館理,理事長として1973年に退職した鶴見義幸を食卓として1986年まで在籍させた。ありがとうございます。